どうもタブヤンです。ナムコの三国志三国小聖伝続きやっていきたいと思います。さあ前回から209年4月のままということは、こちら馬超自らねまずこの南軍を取りました。さあ一気にねこの月、全軍進軍したいと思います。こちら周隊、劉表がね北に巨匠に攻め入ったのでチャンスということで周隊一人が守ってますからね。ここは馬隊軍、そしてね、どうしようかな。そうですね、こちらの関内軍も一緒にね、攻め込みたいと思います。その前にねこちらの、反響からやっつけていこうか。馬球の軍はいけるのかな、どうだ。2000中性低いなどうしようか。2人虚勢武力6、役に立たねー武力8と武力6、武力27、馬球以外ちょっと役に立たないっすね。そっか、でも反旗を一人ですからね、なんとかならないかな。ちょっと難しいか。前回からね音楽がなんか変わりましたね。国の数が増えたからかな、なんかかっこいい音楽に変わりましたね。そうですね、この反旗は武将一人なので無視して、こちらの炎章の国攻めたいと思います。超人自ら行こうか。ゴラン、シャマカ、ライド、トウケン、どうしようかな。しばき計略担当でもう長所と賃金だけで留守番でいいかな。完全に反響を舐め切ってますけどね。さあ行こう。さあ来ました、両党軍と対決。闘志やるな、計略。おーさあ行くぞ。闘志知力高いよね。だが狙うは両党の首のみ。行くぞ。あ、ゴラン体力1だ、マジかゴラン、闘志は無視して、城攻撃しよう。いけ。ゴランいまいちだったな。ライド行くか。ライド攻撃、ライドよくやった。城壁を破壊。シャマカ行くか。さあシャマカ突撃。長蛇の陣で敵の首を狙う。両党武力88、シャマカ武力89、敵を倒しつつ敵の軍団長を狙う。衝撃。さあ一騎打ち狙いだ、いけ。左からのね長蛇の陣の騎馬隊が頑張ってるから真ん中突破できるぞ。やばい、士気が完全に負けてる。ダメだー、両党強いな。うわー兵力差が全然違う。ダメだ、あー士気最高になったか。シャマが突っ込むか、どうするこれ、やばいな。
やばい、多勢に無勢だなこれ。あやばい、シャマか、もう退却しろ。やばい、死んじゃう。強いぞ、意外かなり。あー、シャマか、逃げ切れるか。やばい、弓で撃たれるぞ。あー、シャマか、撃ち取ったり、なんだって。シャマか退却できず、討ち死に。マジか、両党め許さん。あ、やばい、退却すればよかったのか。やっちまったぞこれ。やばい、ご覧のおっさん退却しろ。あれ、戦場の後方に障害があるだもんね。マジか、これ降伏とかなかったっけ。ないね。もう突っ込むしかないの。ゴラン、しかも体力1しかない。やばい、これは私のミスですね。あ、ゴラン捕まえた、よかった、命は助かったな、ゴラン。いやー、よかった。闘志、どこに来る。おっと、闘志対城内戦か。これは普通の陣形でいこうか。真っ向勝負だ。ライドウね、この上ライドウまで失いたくないぞ。武力は圧倒的にライドウの方が上。よーし、相手の士気をゼロにした。あー、逃げていく。おーしめー、捕まえろ捕まえろ。追い打ちをかけましょう、追い打ち。逃げられちまったか。また攻撃してくるのかい。一騎打ちだこの野郎。俺の裏はライド攻撃だ、通常攻撃で。あ、罵倒はやばいぞ。ライド引っかかるなよ。よし、捕獲、引っかかるな、ライド。よーし、ウリア飯とったり。どんな問題。おっと、敵の援軍が来ましたね。しかも大量に来ましたね。マジか、さっさと終わらせないと負けるぞ。さすが炎将軍、すごい軍団ですね。どっから来た。ほう、保湿、陽氷、流氷、大したことないな。軍艦ばっかりじゃないか。修繕が大将か、なるほど。修繕と沈乱だけですね。でも、あ、でも近い、めっちゃ近いやん。さあ、副将報徳も控えておりますが、刀剣で行こうか。刀剣しばきはね、計略したいな。なんか家計、あ、無理だよね。ここには大した計略覚えてないね、しばき。さあ、後方を奪ってと。さあ、刀剣無理ならもう次のターン副将報徳行くから。八景の陣か、どうしよっかな。
迷いますね、これいまいちですね。おとり兵の陣、これでいこうか。さあ、刀剣シャマカの仇、両刀侮るべからずですよ、兵が少なくても。さあ、戦況は互角、ちょっと押されている、我が軍が。兵数で負けてるぞ、めっちゃ強い両党。さあ一騎打ち、ここは刀剣負けたとしてもね、両党に傷をつけてやる。両党の方が上ですね。行くぞ、どうしようかな、攻撃、よし、両党必殺狙ってきた、チャンスですよこれは。もう一回攻撃、あ、牽制はやられるだろうな、いや牽制でも強い。もう一回攻撃、ここだ勝負、よーし、ダメージ与えた、でも銃だけ厳しいね、牽制でいこうか。あー、反撃された、攻撃やばい、やつの方が上だ。うーん、どうしようかな、中精度は80か、説得しても無理だろうね。どうしよう、戦おう最後まで、いけ、よーし、よくやった刀剣、もう一発いけ、勝負だ。おー、奇跡が起きてるぞ。これ最後の勝負か、いやもうでも2回与えたから次やられそうだね。しかし戦場ではそんなことは言ってられない、いけ、あー反撃された、くそー、両党強い。刀剣捕獲された、我が軍の武将が、なんてことだ、二人もやられたぞ。あ、両党退却した、捕獲、逃げられた、援軍が退却。ここはねどうしようかな、全員捕獲で行こうか、一人でも捕まえれたら。よし、保室捉えた、ダメか、保室捉えただけでも。おお、流派も捉えました、やったぜ。いや我が軍も損失を出しましたが取りました、投資投与する保湿、うん、知力84、東洋流派、東洋、長所に任せましょう、長所中性80か、やばいな。ちょっと中性上げましょう、さあこの国取りました、どうしよう、反響、次のターンに馬球がね攻め込むという感じでいいかな。さあ次は馬隊軍が攻め込みましょうか、あ、
ただ忠誠が低いのか、ちょっと怖いね。もうちょっと忠誠上げてからにするか。ちょっと一旦待ちますか。忠誠60とかだとちょっと怖いよな。で一旦待つとこの馬長のとこもいけるしね。ただね、一旦待つとこの海越たちが戻ってくる可能性があるんだよね。ということで関寧のとこからはいけないかな。ここは4人揃ってるんだよね。ということで、4人揃ってるからどっかからちょっと1人こっちに連れてきて、あれ、あ、みんな行動しちゃったな。行動してないとこはどこだ。あ、ここか。馬体のとこから移動はね、自由にどこにでも飛べるっていうのが分かりましたんでね、こっちに1人移動させましょう。揚州でいいかな。揚州を移動させて、で、ここからね出陣しよう。行くぞ関寧、神秘法政霊法というちょっと寄せ集め的な感じになるけど、神秘と法政ね、まあ、城攻めぐらいに使えるでしょ兵力。行くぞ。さあ援軍にちょっとね、どうしよう。馬食行け。馬食援軍。こんな感じで行こう。ここはね、敵の援軍が来る前に速攻で倒さないといけないからね。行くぞ、急いで移動だ。あー、敵の援軍来たー。加工音各種素比新規総運勢。どっから来た。おー、やばい、近いぞ。さあ、なんとか法政と神秘でね、城門を破りたいな。そうすれば勝てる。よーし、作戦成功。法政で、神秘と法政でね、城壁破壊できた。予定通りだ。さあ霊峰行こう。霊峰対周隊行くぞ。周隊は強いよね。双璧の陣、周隊武力93。強い。やばい、囲まれた。霊峰周隊までたどり着けない。くそー、周隊め、霊峰討ち取られた。信じられない。やっぱりこの世界って強い武将が一人いれば城を守りきれるのか。馬食はちょっと追いつきそうにないよね。川渡らないといけないからな。
あ、シュウタイ退却、ラッキー。勝てる気がしなかった。どうしようかな。捕獲、シュウタイを捕らえた。これは大きい。さあみんな捕らえよう。各種逃げられた、ソフィ逃げられた、孫生逃げられた、加工音追い打ち、ヒー逃げられた、歓喜逃げられた。いやー、我が軍も損失を出してしまいました。よし、効果を取ったぞ。中隊、敗将に口なし、好きになさるがよい。うん、私のために働いてくれ。はい、ということでね、今回は2つ国を取ることができました。しかもね、要所となるポイントとなる効果とね、ここはなんて言うんだろう、名前読めない、余章ですね、余章を取ることができました。さあこれであとはね、この炎章の六甲と、それから反響の南海ね、ここを取れば、南、中国の南統一ということで天下が見えてきます。それでは次回もお楽しみに。さよなら。馬長はここにいます。